64の巨木です。今回はランプを始めるにあたって、まず一番最初に覚えてもらいたい転び方というのを説明します。ランプは平地に比べるとスピードが出るので、どうしても転んだ時の衝撃が大きくなるので大怪我をする確率が高くなります。なので、なるべくこう安全な転び方というのが重要だと思います。で、通常こう前に転ぶ場合、どうしても手からついてしまうんですけど、そうすると衝撃が大きいので肘とか肩の脱臼、あるいは自分の肘が脇腹にこう入って肋骨の骨折なんかになってしまう可能性があります。なので、転ぶ際には手からではなくて膝から、これは膝の、プロテクターをつけているという前提です。手からではなくて膝から。で、この時に気をつけてもらいたいのは、ナチュラルに膝を曲げて膝をつく。よくやりがちなのが、転ぶ時にこういうふうに飛んでしまって膝をつくこと。そうすると必要以上に膝に衝撃が乗っかってしまうので、ナチュラルに膝を曲げる。で、あとこの時にお尻をこの自分の足の上に乗っけてしまわない。完全に座ったまんまに座った状態にしてしまうと、自分の体重が足首にかかってしまって、足首が変な方向にこう曲がってしまって、最悪の場合は骨折になってしまいます。なのでお尻はなるべく浮かせて、足首に体重をかけない。この2点がポイントです。で、ちょっとやってみて、そう。で、この平地でのニースライド、これが慣れてきたら今度はこの R 面を使って練習します。実際ランプはこういった平地よりも R 面でバランスを崩して転ぶ場合が多いので、 R 面でニースライドができるようにしておいてください。やり方としてはこんな感じで R を駆け上ってニースライドで降りてくる。ちょっとで、このニースライドっていうのを覚えておけば、バランスを崩して転んでも大怪我をする確率っていうのはかなり低くなると思います。で、実際ランプっていうのはこう前だけにじゃなくてね、当然横にだとか、後ろにだとか転ぶんだけども、その時もなるべく、体勢を立て直しつつ、なるべく前向きに倒れる、これが重要だと思います。で、どうしようもなくてこう後ろに転ぶ場合、これはもう後ろにプロテクターがないので転がって、衝撃を逃がすしかないと思います。方法としてはバランスを崩した時に膝を曲げて、なるべくこう体勢を低くして転がる。で、この転がった時に後頭部を打ちがちなので、なるべくこの首を上げて、自分の背中のあたりを見る感じでこう首を上げる、これが重要なポイントです。やっぱりね、通常は転ぶときにどうしても手をついてしまいがちなんだけども、この場合はやっぱり衝撃が多いっていうことで、脱臼なんかの可能性があります。手はつかないで転がって衝撃を逃がす。後ろに転がって、そう、手はつかないで転がる。この前に転ぶ場合はニースライド、後ろに転ぶ場合は、なるべく体勢を低くして転がって衝撃を逃がす。この2つをちょっと覚えておけばいいと思います。で、これを知っていても通常やってないととっさにこうできないんだよね。なんで、通常こうランプをやっててちょっとバランスを崩して、踏ん張れば転ばないくても済むっていう時でも、バランスを崩したらニースライド、これを通常の時から常にやっていれば、本当のね、そのとっさの危険な時にニースライドができるようになると思うので、普段からちょっとニースライドを練習してみてください。終わり。